あ、こんにちは。こんにちは。はい、しゅんでーす。さあ、今日は、とあるお山に来ております。あ、またね、来たけどね。3回目？うん。3回目、ね、これは3回目かな。うん。でも、だいぶ久々でね。うん、あ、引っかかる。自分来たのがもう7月そう、最後だったのかな。もう世界が違います。まあ多分映像見てもらえれば、うん、まあ映像見てもらうと、まあ比べてもらうしかないけど全然違います。まあこれはありがとうございます。まあやっぱり秋になるとね、うん、あの生い茂った草が全然なくなるということで今日は快適なライドができるんじゃないかと思うんですが、ただ路面があまりにも綺麗すぎてほぼ林道だねこれ。まあ、ね、まあまあでも楽しいでしょ、うん、ということで走って行ってきたいと思います。それではさあ1本目いきますよ。一番いいとこ。確かに。お、サスつけて初めての。あー、そっか。ふぅー、おら。やばい。もうつららです。すげえ、ここ。またそういうことする。え、こつららは壊されるんですよ。かっこいい空気みんな壊される。あ、火が化けた。これはなかなかすごいね。大丈夫。あ、そこが取れるんだ。すごい。すげえ。子供の時ならパクって言ってました、ね。はい。で、2本目。レツラ。さあ、登り返しましたよ。ちょっとね。ちょっとね。こんな木だったかな、ここ。ニョロニョロが。さあ、2本目をピッツァの先。そうか、ここ一回登るんだ。ちょい登る。そうだよ、さっきここスタートだったね。よいしょ、よいしょ。さあ、こっから行きます。寒い。ここも滑りそう。
そう。おーおーおーおおよいしょ。じゃあ、はい、ちょっと一番急なところ、はい、もう抑えていきましょう。本当あそこだけ本当に。逆にピッチさん先行った方が良さそうな気がする。俺なんか調子こきそうだね。自粛できないですよね。泥が飛んできた。ここが急な斜面の急カーブ。ここですね。荒れてます。うん、あ、ここ踏んでたか。ここからは緩斜面でございます。こんなに石ころがありましたっけ。覚えてないんかい。いや、そうだ、そういえばここでもう。じゃあ行きましょう。はいはい、後半。そうですね、後半です。後半。そっか、もう前回の時も私ヌタヌタゾーンまたやってしまったんですよね。気づいたら、あ、もう落とせないスピードと思って、もうビヤーかかって、いや、まあそろり行けば、そろり行けばね、突っ込まなきゃ。絶対そろり行かないでしょ。いやいやいや、だからちゃんと前を持って、もうちょっと手前でちゃんと減速今日はしようと思って。なんちょっとネタネタが来るかも。いや、ここで夏ね、勝ったね、エレクサ。なんか水しぶきが見えます。わあ、鳥よく。いや、そろそろかな。そろそろですかね。え、もうそろ？なんかあれ、まだ？まだまだ。そうだか。おっほ、止まりどころが意外と狭い。うん、この狭い。ここかい。ここです。ここでーす。てことはちょっと、じゃあそろそろ変わるか。てことはですよね。はい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 。さあ最後、はい、時速5キロぐらいで行きました。時速5キロ。いや、俺はそこまで出さないよ。あ、もっともっと、あ、いや、そうだな。3キロぐらい。3キロぐらいで行きました。
来ました。はい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 、ヌータヌータいや、これどこ行ってもヌタヌタだ。1ミリも跳ねさせてなるものかやばいやばい いや、ここだよ、一番ヌタ。いや、そう、登りの時もめっもうトルクかかんなくてかかんなくてここやばいで、終わると思うでしょまだあるんですね、しつこいですね、本当にあ、やばい、やばい、やばいこんなとこで足ついたら最悪だいや、しかもね、これ、ね、このまま飛ばしたいところなんだけど、これ飛ばすとね、泥が飛んでくんのよちょっと水中メガネ必要ですよね。水中メガネ。よし、あったかな。あと川だけですね。川。もうタイヤの天井。川飛んでくる。泥が飛んでくる。じゃあ川。はい。あ、もう終わりです。はい、水攻撃終了。残念ながらな懐かしいですね、ここ。ここはここ本当にもうここ懐かしいです。あれはいや、たまに思い出しますからね、あのシーン本当にここが前方展開したところですよく手伝ったほうがいい。はい、ただいま下ってきましたいや、やっぱ最高ねなんかあまりにも快適すぎて一瞬で終わったいや、本当に一瞬ですよね。これ登りもなんかちょっとね、良かったですね、今日は登りも登りやすかったね、やっぱり草があるかないかって全然違うんだね違うあの夏場ね、苦労した思いをしながらね、うん、草刈りまでして、いやいや、よかったよかった。いや、快適ライドでございました。はい、じゃ次はなかなか空いちゃうのかないだね、来週がちょっとあれですかね、うん、その後って言ったらもう再来週も自転車はどうなんでしょう、うん、もう一回ぐらい乗りたいですけどね。ええ、まあ、まだスクート準備してないけどね、俺。いや、まだ痛いようしてないですけど。まあ、雪次第ですね。雪次第。うん。今日はここは雪はなかったけど、うん、霜ってたね。うん、うん。さっき見ました、つらら。あね。うん。やっぱり、北海道冬です。うん。ね。降るなら、やっと降るって。うん、ガーンと降ってくれてね、うん、一気にウィンターシーズンに突入したいなって感じでありますが、はい、なあ、なかなかそううまくはいかないでしょう、うん、ということで、まあ去年も自分12月の末だからね、シーズンインしたの。あ、自分はね、そという状況で、まあこの後どうなるのか、はい、ということで、まあまた次の動画でお会いしたいと思いますが、はい、まあなかなかちょっとピッチさんとしばらくスケジュールが合わないので次動画出るまでだいぶ空くと思いますが、はい、また次の動画で皆さんお会いしましょう。では、さよなら